歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からモンゴル始めます、はい、僕のリクエストなんですけど、まあモンゴル、福岡市内にもモンゴル料理の美味しい店がたくさんありまして、肉の塊に塩つけて食べたらもうこれが最高美味しいんですよね。で、まあ大体中国の内モンゴルの人がやってるっていう店の方が多いんですけれども、うん、ただモンゴルといえば、うん、まあ一時代は世界を席巻して、うん、あんだけ領土を広げた。しかも我々福岡でやってますけれども、福岡って言ったら元寇があったっていうことですね。そうですね、1274年と81年ね、はい、2回攻撃されてるんですよね。そうです、公安の駅と文英の駅ね、はい、ただそれ以外の時ってね、日本と元、そのモンゴルが支配する中国ね、はい、結構ね貿易ガンガンやってるんですよ。で中国からたくさん銅線がやってきて、はい、でそれで日本に貨幣経済が根付いたとかね、はい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 、かなりこう絵にしは深いというかね。いやだからなんであの時急に攻めてきて、うん、でその後もう別になんだかんだってないですね。なんだかんだないですね。まあその辺も含めてね、はい、まあ、モンゴル帝国の成立発展、そしてなんで彼らがあんな風に広がっていったか、あるいはなんで広がっていくことができたか、はいはいはい、みたいな話をねやっていきたいと思うんですね。13世紀ですかね。はい、今から800年前ですよ。1200年代。はい、はい、でまず彼らのね活動舞台なんですけども、はい、ちょっと私の手書きの地図なんですが、はい、緑で示した部分がいわゆる遊牧民が生活するエリアですね。はいはいはい、まあ、基本的には今でもそうです。あ、だからそうゲルっていう、うん、折りたたみ式の、うん、居住、はい、移動用のね家を持って、はい、テントですよ。あ、はっきり言ったらテントです。はいはいはい、その、まあ、いわゆる遊牧地帯の一番東側がモンゴル高原で、はい、まあ、人呼んでですね、はい、最も理想的な遊牧地帯と。そうなんですか。はい、標高がね 1500m ぐらいで、はい、まあ、そこそこ空気は薄いんですけども、年間にね、まあ、日本の4分の1から5分の1ぐらい雨が降ると。まああんまり降らないですね、はいはいはい、だから小麦とかね、ああいう穀物を作るにはもう一発、まあ、水が足りないという感じなんですね。だから農耕はできないということですね、うん、基本的に厳しいですね、はいはいはい、でじゃあどうやるかというと、そのさっき言った遊牧ですね、はい、羊とかヤギとか、はい、ラクダ、牛、馬、はい、こういったものを連れて、はい、遊牧生活を展開すると。移動していくと、はいはい、でただね、遠大な移動をバーッと展開するわけじゃなくて、だいたい20キロ四方ぐらいのところを季節的に移動していくんですね。あ、そういうことなんですか。そういうことみたいです。僕もっとね何百キロも移動するのかと思ってたんです、はい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 、ただある程度やっぱりここに行ったらば牧草が生えてる、ここに行ったら水があるっていうのが分かってないと、あ、賭けに出てそこになかったらもう全滅ですから、ね、はいはいはい、だいたい20キロ四方ぐらいのところをですね、移動すると。じゃあ筑後の中でも大牟田柳川、いやこれYouTube なんでいろんな人たちが見てるでしょうけど、まあ2つ3つぐらいの市の中で移動するっていう感じですね。移動すると、冬はやっぱりかなり寒くて、はい、零下30度以下になっちゃうんで、風を避けるために山の麓あたりに住むらしいんですよ、はい、でそこで越冬すると、はい、で雪解けとともに移動を始めて、はい、まあ、基本的にその一月に1回ずつぐらいかな、はい、まあ、家畜がその草を食べ尽くしちゃうと別のところに行くと、はい、でその移動活発にやるのが大体夏から秋にかけてぐらい、はい、で冬になったらまた戻ってくるっていうことですね、はいはいはい、だからそういうのが分かってないと、うん、その分からないんですよね、政治システムとか歴史とかがですね。でさっき、まあ、中島さんのおっしゃったように、はい、今から800年ほど前に、はい、このモンゴル高原で遊牧生活をやってたモンゴル系部族、はい、一部トルコ系の部族が、はい、チンギスハンという人に統合されて、はい、でこれをいわゆるモンゴル帝国というんですね、はいはいはい、ただ、まあ、我々農耕民と違って、はい、土地をがっつり支配するという感覚はないんですよ。なるほどなるほど。だから彼らにとっての国家というのは、はい、まあ、遊牧生活をやっている遊牧民の部族、はい、その連合体。あ、なるほど。人のまとまりなんです。基本的にはその権力者がいて土地を支配するという我々がイメージする国じゃなくて、はい、まあ、あくまでも人的なつながりという、うーん、これをねモンゴル語でウルスと言いまして、ウルス、うん、はい、まあ、教科書なんかでは国と訳するんですけども、はい、実際には部族連合集団と。なるほど。そんな感じですね。じゃあなんで彼らが連合したかと、はいはい、
基本的にやっぱ遊牧民って部族を単位にバラバラに生活するのが基本なんですよ、はい、やっぱあの土地の生産力が低いから、はい、まあ、食料がねいつもたくさんあるわけじゃない。あ、なるほど。だから例えばモンゴル人10万人いると、はい、10万人がまとまって移動するっていうのはまずないんです、はいはいはい、基本的には部族で単位に移動して、うん、でそれによって危険を分散すると。うん、ところがね13世紀のその初め頃に、はい、モンゴル高原でやっぱ人口がある程度増えていったと。でこのエリアだけじゃ、はい、遊牧生活で生きていくためにもちょっとしんどいんじゃないかという中で、はい、チンギス・ハンという人が台頭するわけ、はい、で彼ねその、まあ、ハーンというね、はい、モンゴル人の、まあ、全体のリーダーになるんだけども、はい、彼はその相手をなぎ倒してなったわけじゃ必ずしもないんですよ。で彼結局ね、まあ、結論言っちゃうと族長たちの会議で民主主義的に選ばれるんです、はい、なんか全然イメージが違いました、うん、相当なあの力を持った権力者っていうイメージでしたね。もちろんねあの敵が攻めてきたら徹底して戦うんだけども、はい、でも基本的にはその族長たちの会議ね、はい、これモンゴル語でクリルタイって言うんですけども、はい、そこであんた我々を統率するリーダーになってくれって言われた彼が、はい、あいいっすよと。実際にはそうなんですね。ということは、うん、やっぱかなり人間力が高かった人。あ、もうそれにつきますね。ことでしょうね。大きな海のようにでっかい男みたいなですね、そういうイメージがあったらしいですね。はい、でちなみに言うとね、はい、そのチンギスハン自身が生まれた、はい、まあ、年っていうか、はい、よくわかんないですよ。これだってチンギスハン自体がよく訴状が分かんないっていう、そう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 、まあ、だからもうずっとその源義経があの頼朝から追われて結局東北の方から向こう側に行ったんじゃないかっていうふうに言われてますけれども、まあそんなバカな話、バカな話っていうか、まあ、いやもう絶対ないですよそれ。まあ、実際にねあの一生懸命調べてらっしゃる方がいらっしゃる。でもそれぐらい、まあ、源義経ってすごくすごくやっぱね人気のある、うん、歴史上人気のある人だから、うん、あのそれぐらいの男だったんだっていうことですよ ね、 そうですね、人気の高い人だったんだってことですよね、うん、で、まあ、多分まあ12世紀の半ばぐらいにね、はい、生まれたんだろうと、はい、で彼がそのモンゴル人全体を統率するハン、はい、というそのポジションについたのが1206年なんですよ。一応その1206年をもってモンゴル帝国の成立と言ってんだけども、はい、その時どう考えてももう40過ぎてるんですよ、ね、あ、じゃあやっぱ年齢的には義経のちょっとねどうかな、いい国作ろう鎌倉幕府とかあそこら辺の、まあ、可能性がね全くないわけじゃないですけどね。まあまあ それで、うん、でというかその、まあ、モンゴル系の部族を統率するリーダーになった、はいはい、で、まあ、もちろんこの後ねその遊牧をやれる場所を広げるために侵略を開始するわけですよ。大体あの侵略の目的2つあって、1つはその自分たちが遊牧できる場所、はい、生活の舞台、それを広げていくと、はいはい、もう1つ大きな目的は何かというと、はい、あの遊牧民が生活しているエリア、あるいはそのちょっと南のあたりって、はい、東西を結ぶ交易路、陸上交易路が結んでるんですね、はいはい、あの草原の道とか、はい、あるいはシルクロードと言いますよね、やっぱそうですか、はい、シルクロード、そういったものをですね、はい、抑えることによって、はい、そこで活動する商人たちから商業税を取りたい。ああ、なるほどなるほど。で一方商人たちは商人たちで、はい、あの内陸のね陸上交易路って非常にやっぱ治安が悪いんですよ。あ、いつどっから盗賊が出てくるかわからない。だから商業税払ってでもそこの治安を納めてもらった方がいいってことですね。ちなみにとその商業税もねめちゃ安いんですよ、儲けの 3%。 あ、そうですか。だからかなり安いですよ、ね、あ、だそれだけのちょっと言うならボディーガード代を払っても、はい、十分に利益になると。まあだから1万円の中の300円っていうことですかね。でそういうふうにして商業ルートを抑えるためにもその侵略を展開するわけですね。で基本的にモンゴル人の生活って、はい、その戦争とねこう隣り合わせの生活なんですよ。だから社会体制そのものが戦争に即応できるようなシステムになってるんです、はい、あの世界史の教科書に出てくるんですけど戦後制というシステムがあってね、戦後制、うん、要するに彼らあのさっきおっしゃったようにゲルもしくはパオというテントを持って移動するじゃないですか、はい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 、で移動するとね農耕民族と違って不意にね敵と出くわす機会って増えるわけ、はい、だからこれはもうモンゴル人だけじゃなくて、はい、多くの遊牧民の中に、はい、不意に起こった戦争の時に前線で戦う兵士、はい、あらかじめ決めておくんですよ、はい、例えば一つのテントから必ず一人、はい、あるいは三つのテント、三家族から必ず一人、はいはい、
出すことによって、はい、戦争起こったらとにかくそいつらが最前線に出ると。でそういうふうなシステムを、まあ、チンギスさんも取って、はい、でこれ千戸制といって、はい、まあ、千のテントから千人の軍団を出すと。でその軍団がね95あったらしいんで、はい、大体モンゴル人の、そのモンゴル帝国の、まあ、軍隊って言ったら、はい、まあ、大体10万人プラスアルファ、で男どもがその戦いに行ってる時、はい、その家族ね、残った家族がモンゴル高原で昔ながらの、生活をやってるわけですね。で一部は、まあ、ついていったりすることもあるんですよ、実際侵略にね。でそのこともあるけども、大体まあ10万人ぐらいで、もう強烈に広い地域を制圧することに成功したんですね。実際にその数的には十分足りてる数ですか？うん、あの商業ルートを抑えて、はい、その治安を守るには十分だったと思いますね。ああ、そうなんですね。もう一つ言えるのはね、はい、そのまあ、農業についてモンゴル人ってあんまり知らないんで、はい、農村にこう出しゃばっていって、はい、お百姓さんを例えば直接支配するとかね、あ、そういうこと面倒くさいことであんまりやってないんですよ。なるほど、うん、自分たちができることを最大限にやったらこれぐらい収めることになりましたっていうことですか？だからもう一人一人の人間、国民をね、はい、がっつり押さえてたわけじゃないと。で、まあ、最終的にはこれちょっともうこれも略図ですけども、はい、中国を中心にですね、はい、中央アジア、それから西アジア、はい、から南ロシアの草原地帯、はい、モンゴル帝国が成立したのが1206年で、はい、大体それから50年でこの広大な地域支配したんですね。これだけも支配するわけですから、はい、その支配の仕方はだからあの良かったっていうことでしょうね。あの僕そあの結論言うとそうだと思うんですよ。でなかったらね無理ですよこれ。そうですよね。やっぱり支配される人たちと支配するモンゴル人の間にウィンウィンの関係がないとね、はい、さ不可能でしょ多分。そうですよ ね。で広さが大体ね3000万平方キロメートルで、はい、ソビエト連邦が大体2200万ぐらいだったんですかね。それよりも大きい。大体地球上のね陸地面積が1億5000万平方キロメートルぐらいなんで、ということで5分の1、それをどんなに多く見積もってもね20万人ぐらいで抑えちゃったんですね。すごい。いえ、もうあの時間になったんで、あのもうその後のなんだかんだの、しかも不思議な国なんですよ ね。不思議な国がどうしてあの時代に、そういうことを成し得たのか、もうちょっと深掘りします。